営業できないですよ、続けていくことが。5、6年前から経済停滞してました。見通しが見えない。コストダウン、どんどん工場を売り払って、そういう歴史がやっぱりあるんですよ、オタクには。自分の力ではどうにもならない、そんな状況があるということを緊急事態宣言後の街を回っていて強く実感しています。松木かりんです。生まれも育ちも東京の下町で、小さな会社を営む父と非正規雇用で働く母の下で育ちました。私自身も奨学金を借りて大学や大学院で女性のキャリアについて特に深く国内外で研究調査などの活動をしてきました。現在27歳です。緊急事態宣言後にやっぱりそれぞれの人の生活が大きく変わったんだなっていうのを強く感じました。オンライン授業が始まったんですけど、前期のテストがなくなったんですね。分からない授業の上に分からない課題がどんどん山積みになって配布系のバイトを入ったはいいんですけど、コロナの影響をやっぱりもろに受けてしまって、仕事が結構全滅してきついなって言ってる友達は多いです。コロナでね、大変だったっていうところもあるけども、もう10年前からで、代替わりにしないんですよ。中小零細企業っていうのは立ち行かなくなるような政策がどん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 ね、進められて、結構高齢化した、事業主っていうのはやっぱりちょうど見切り時かなというふうに思うだろうね。休校のあり方、はい、休みですみたいになってしまったことが残念でした。一番上の娘が小学校6年生だったので、明日、今日で学校が終わるってなって泣くんですよ。今日で最後になっちゃった、もう会えないみたいに。まあ20年ぐらいやってるんですけど、経験したことないような状況ですね。全然もう話にならないぐらいだよ。今まで夜なんか営業できないしね、本当に本当に店畳むが畳まないかの瀬戸際のような状態なんですよ、今回の場合は。とにかくお客様が一気になくなってしまった。で、結局売上も5分の1ぐらいとかになってしまって、お客さん自体がもういないので、頑張りようがないって、ちょっと考えなきゃいけないのかなというところには来てますね。都議の人とか、区の人はどんな働きをしてるのか、それが私たちには全く見えない。それを知りたい。この大変な時に、もう全然見えない。頑張っていたけれどもどうにもならなかったっていう人たちが本当に多くて、自己責任だけじゃどうにもならない、そんな空気がコロナの中で出てきたなって。まだ何も終わってない状況の中でいきなり自営に回ってくださいって言われても本当に誰も救われないというか、どうしていいのか困る人だけが増えていく、そんなことを感じました。社会が弱った時にしか聞こえてこない声を聞き逃したら、また同じような時にまたポロ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 困ってる人が出てきて、そんな形がやっぱ続いていってしまうのはどう考えても無理がある。金儲けしたりね、そればっかりしてる人たちのための街ではないし、通過していく人たちだけの街ではない、暮らしてる人を大切にする街になってほしい。自分と政治の向き合い方がもう少し分かりやすくなったら、みんないろいろできるのかなと。人情がある街ですね。人と人とのつながりが結構好きなんで、やっぱりね、人間がいいかな。やっぱり助けてほしいです。だってそのために国はあるんじゃないですか。自分たちで守んないやつは守ってもらえないみたいな感じは止めていただきたいです。もっと現場の人に寄り添ってやっていただければ次が見えるんじゃないかなっていうのは思います。自分たちだけで何とかしなきゃいけないって思ってる人がまだまだたくさんいて、いろんな人がいろんな働き方して、いろんな家族の在り方があって、社会の多様性をやっぱり最初に考えていくこと、それが政治家に求められる想像力かなと思います。考えていく、みんなで力を合わせていくことができれば、より良い社会が作っていける、そう思ってます。